どうも皆さんこんにちは。今回使う食材はこちら。はい、長沢くんですね。長沢くんってなわけで新玉ねぎですね。いや、危うく旬の時期を過ぎ去るところでした。スーパーで見かけるたびに今夜はスープだなって思ってたんですけど、ふと気がついたら4月でした。いや早いですね。旬の食材を華麗に捌く男、いやこれはモテますね。でこちら新玉ねぎですね。綺麗に皮を剥いて、だいたい 400g になります。ざっくりとカットしていきましょう。まあ、新玉ねぎと普通の玉ねぎ何が違うのかってなると、まあ、新玉ねぎはだいぶみずみずしいですよね。まあ、そして収穫してすぐ食べようぜっていうのが新玉ねぎ。品種の違いもありますが、乾燥させて保存性を高めたのが、まあ、よく見る普通の玉ねぎになります。まあ限られた時期だけっていうのがとてもいいですよね。期間限定にとっても弱いです。今回材料はとってもシンプルにいきましょう。ニンニクは半割りにして皮を取っておきます。ちょっと旨味強化要因でベーコンも少し入れておきましょう。で今回玉ねぎは簡単にフライパンで加熱していきます。フライパンを温めたらバター、しっかり溶かしたらニンニクとベーコンを入れて弱火で加熱していきます。優しくじわじわと、バターを焦がさないように注意しながら香ばしい香りを引き出していきます。ぶわっとニンニクやベーコンの香りが立ってきたら、そこへ玉ねぎですね。そして玉ねぎ 400g に対して塩 3g、 だいたい 0.7% ちょっとぐらいですね。ベーコンの塩気もあるんでちょうどいいぐらいです。全体をさっと絡めたら、そこへ水を少し、 50cc くらいですね。まあこれは煮るための水ではなく予備水みたいな感じですね。玉ねぎの含んでいる水分に対して、水少しあるから安心してたくさん出てきなみたいな感じです。沸いてきたら蓋をして弱火で煮込んでいきましょう。はい、では10分ほど経ちましたね。だいぶ水分が出てトロッとしています。でもまだまだ加熱していきましょう。さらに煮溶けるぐらいに柔らかくしていきます。さあ暇な待ち時間、こんな時何を考えているか。長沢くんです。さあ30分経過しましたね。蓋を開けてみると、はい、いい感じにくたびれています。見るからにトロントロンですね。ほぼ玉ねぎの水分で全体がひとまとまりになったような感じです。もう正直ここで食べても十分美味しいです。ミキサーにかけなくてもいいかもしれません。まあガンガン回すんですけどね。まあ夜中1時ですけど、ガンガン回すんですけどね。ふわふわ。まあでもトロトロなんで結構簡単に混ざっちゃいますね。お隣さんに聞こえないように手早く混ぜていきましょう。いけー。そしたら裏ごししましょうか。まあしっかりがっつり回してだいぶ滑らかなんで、正直しなくてもいいと思いますが、でもしてあげるとさらに上品な口当たりが楽しめますね。まあ、少しベーコン入ってたんで、このベースの状態だとちょいピンクですね。桜色、春が感じられます。いいですね。まあ牛乳入れたらほぼ白になるんで、本当一瞬の儚さですね。様子を見ながら濃度や味を調節していきましょう。まあ、最後はガンガン温めちゃうとすぐ焦げついちゃうんで、軽く温めるぐらいがちょうどよく美味しく感じられます。動画じゃ伝わりにくいですが、今素敵な玉ねぎの香りで
部屋が満たされてますね。まあ明日はちょっと臭いと思いますが。最後に少しオリーブオイルを垂らして、お気持ち程度のパセリを添えてあげれば、美味しい新玉ねぎのスープの完成になります。いや、新玉ねぎの旨みぎっしりなスープですね。香り、濃度、ツヤ、最高の色っぽさを持っています。まあ普通の玉ねぎで作ってももちろん美味しいんですが、新玉ねぎのフレッシュ感、軽やかさっていうのは今しか味わえないんで、スーパーで見つけたらぜひ作ってみてください。彼も喜ぶと思います。ではでは、今回も動画のご視聴ありがとうございました。これからもちょっと洒落た自炊時間を皆様にお届けできるように頑張ってまいります。それではまたお会いしましょう。バイバイ。